どうも皆さんこんにちは、私の宇宙船へようこそ。私がキャプテンゴージャスです。よろしくお願いしまーす。そして本日のオペレーターはマリンカでーす。こんにちは、今日もお願いしまーす。マリンカでーす。じゃねえだろおい、同じ始まり方じゃないかこれ名前そこ変えるだろう皆さん概要欄のリンクにパイセンのところの動画が実はこの動画の1個前に撮ってる動画がございまして、あの開いたら同じ動画かと思った感じそこはヨキュンですかエナコですみたいな来るかなと思ってたら、ちょっと今日の私はあのかなりマリンカ推しで来てた。マリンカ推しいるからちょっと緊張してんじゃないのかなそう、うん、出てこねえからダメですよ。全然出てこねえ出てこないですよそんなはい、皆さんそんなわけでちょっと私からじゃあ説明オーバー、はい、今私もあのパンアンギャ中でございまして、はい、距離の近い方とかに直接こうご連絡を差し上げてですね、はい、ちょっと直接お渡しさせてくださいということで、本日パイセン以外にもまあ皆様に対してですね、こうどうぞもらってくださいっていうのを持ってきた。嬉しい、ありがとうございます。が今、うん、でさっきちょっと実はパイセンがもうあの食べていただきまして、あのこれ隠してるつもりですけど、はい、ここはもう食べられて削れてる状態なんですが、はいはい、マックスのないチャンネルはもう例によって例のごとくあのゆったりとしたチャンネルでございますので、そうですね、ぜひともあの、うん、パンの思い出とパンの思い出、やはり日本人心には米が真ん中にあるとはいえ私今回パンアンギャ、もうほんとたくさんの方に連絡した時にですね、うん、あみんなパン好きなんだな、パン好きですね、むしろ200本じゃ足らんかったっていう、こういう思い。本当に、あそうです、もう今追加で焼こうかっていう話まで出てくるぐらいです。で、あ本当にみんなパン好きなんだなと思って、パン好き、パン好き。だから私あの仲のいい人とかにはですね、うん、こんな企画がどうこうっていう説明する前に、うん、まずこれも卑怯な誘い方だと思うんですけど、うん、LINE で、うん、パイセンにはちゃんとこんな趣旨なんですけどみたいな感じで説明したと思うんですけど、パン好きって聞いて、うん、好きって言われたら、あじゃあ今度あげるみたいな、そういう感じでアポを取った人まで多々います、うん、まあ仲いい人だけですね、近い人だけですよ、うん、でパン持ってみんなパン好きっていう、いや パン嫌いって言った人ゼロ。まあまあそうだしょうね、うん、まあ絶対食ってるしね食ってない人いないですよ地球上に、うん、まあいないですよね、まあ、全世界的にはパンが主食より米よりもパンの思い出って言ったらまた話変わってくんだよな。アンドロメダ星雲でパンの思い出とかないですか。アンドロメダにはパン売ってねえわ。あ、パン売ってないんですか地球だけだ。小麦なんてやっぱり過酷な環境でもう育つみたいな話ありますか。小麦じゃない、もう本当にあっちは宇宙食だけでも粒だけ食べていいちょっとね、うん、普段の話で私があのパイセンにあの無理やりな投げをするっていう話があったんですけど、決めてない設定のところいかないでくる。1個じゃあ、うん、私が適当な話をしてますんで、その間にぜひともパンの思い出を思い出していただきたいので、はい、ちょっとつなぎで前座を1つ、はい、パンの思い出、あのパンの原材料って小麦だと思うんですけども、ね、うん、まあ、小麦を一番作ってるのはどこなんですか。アメリカとかオーストラリアとかそういう大きな大事なことなんですけど、ね、アメリカがね、やっぱね、実はここ数年あのロシアが小麦に目をつけまして、うん、めちゃめちゃ小麦を作って輸出しまくってるということで、世界の小麦の流通に対してロシアがぐん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 順位を上げていて、うん、もう小麦といえばもう本当にあの忘れちゃいけない、もうちゃんとロシアを考えなきゃみたいなところまでロシアが来ていますと。これはもう何年後かにはもうロシアの小麦で世界が征服されてしまうんじゃないか。これは大変なことだ。半分かの国からするとね、もう大変なことでございます。みんな自国の産業を守るために農業をやろう。さあ日本でも小麦を作るのはどうだ。日本はあんまり小麦を作ってない。でも北海道にはねちょっとした小麦の畑とかあったりするけど、貴重なその日本国産の小麦と、はい、どうでもいいか。うわいや、オチはないです。オチはただの世界情勢の話です。世界情勢小麦の話です。うわずっと待ってたけども普通に終わるんだろうなと思った。私がそんなオチのある話をするような人間じゃないんですよだでも本当に知識的な、ロシアはそうなんだっていうことですよね。もう今後もロシアにははって言わないとパン食えない時代50年後来るかもしれないですよ。だパンが好きって言ってらんないですよ。はいはい、はい、ピロシキ食えって言われますよなめんじゃねえっつって食パンとかふざけんな、うん、すげえいっぱい話してもらってちょっと恐縮なんですけども、なんもないっすかもしれない。パンの思い出が全くない。ないことないでしょないことないでもね、パンはねめちゃめちゃ買ってるんですよ。あのコッペパンもうちの近所に売ってるし、あのリトルマーメイドもうちにありますし、シールもいっぱい集めてますし。祭りはどうですか。パン祭りはどうですか。パン祭り、パン祭り、ね、日本三大祭りの一つ、ね、俺もコンビニ時代めっちゃパンも並べてました。出た渋谷の並べて渋谷のファミマそれをお俺は今パンを並べてるぞっていうそんな気持ちで並べてなかったから。じゃあはいはい、あ、ごめんなさい。じゃあちょっと俺また考えますね。思い出に残ったあの味、うん、あのシーン、
ゴージャス心のパンベスト3あるんじゃないですか。やっぱ高校時代とかで例えば気になる女の子がいて購買でパンみたいな、わかんない、私漫画でそういう世界を見たことある、自分の高校ではそんなになかったけど、ちょっとなんか適当な話、ちょっとまた適当な話、わかりました、つなぎましょう、うん、今のまあエピソードで言うと、あの私高校時代今コーヒー派ですけど、どちらかというとあの紅茶派だったんですよね。あの午後の紅茶って今もうド定番ですけど、私の高校時代がまあ20何年前かな、まあちょっと背伸びして候補午後の紅茶を飲むみたいな、そういう時代があったんですよ。で私ちょっと高校時代にちょっと思いを寄ってる子がちょっとおりまして、あの冬の寒い時期、やっぱり石川県って雪降りますんで、でちょっと家がまあ方向が一緒ということで、帰り道にですね、その雪が降る中でその田んぼの間にこう自販機がポツンとあって、ちょっと飲もうかって言って、こう午後の紅茶をこう手でアチアチって言って、でもそれが温まるで体でもうねスーッてもうポカポカだみたいな、あの日はちょっと戻りたいかな、いい思い出だな、うん、わあなんもないポカポカあったかかってくるっていう話をして、今もうね CM が流れてきましたよ。さよならな、何の CM か分かんない、君の声を抱いて歩いていく、スピッツの歌だっけこれ、あったかいって温かい、あそんな CM だった、午後の紅茶みたいな、あの冬のねシーン、おおで、ちょっとそんな思い出の話の途中でやっと来ました、パンの海鮮のパンエピソード、非常に言いにくいんですけども、はい、ベスト3考えるほどそんな考えてパン食べたことないです。ないことないだろ隠してるよそれは言いたくないんだよ、今の家庭とか関係性を考えた時にその昔の自分の初恋の話とかしたくないから隠してるだけだよこれは。いやパンで、でも僕あのたまに今あのこれとまた対局かもしれない、生パンってあるじゃないですか、生パンっていうメーカーわかんないですけども、うちの嫁が生パン紙袋に一斤かな買って、普通に家に持って帰ろうと思う途中で、なんか焼きたてなのかな、うん、袋ちょっと開いてるんですって、はいはい、そうですよね、蒸気を逃がすため電車に乗って帰るときちょっとだけ食べたら美味しいね、分かる、思わずね、どんどんどん、思わず、うん、パクパクパク食べて、家に着いてもパンが軽くなっちゃったんですよ、うん、パッと言ったらパンないっつって、全部食べちゃったんですあ待ってオチが弱い、自分で笑ってるからオチがあるような雰囲気になってますけど、全くオチないですよ、オチが、いや今私わーって言うとこですよ。いやじゃあ奥様懐かしい、うん、私のマクドナルドのポテトの食い方と一緒ですよそれ。ちょっと聞かせてもらっていいですか。いやオチないぞ私マックで持ち帰りでお願いしますって言って、うん、バーガーとポテト買ってちょっとポテトつまみてえなって袋ちょっと開けて、うん、袋の端っこ破れないように持ちながら、うん、歩きながらこうやってポテト食べてて、うん、あれって言ったら あれ、うん、あもうポテトない、あー予想と一緒だ。いやだから何もないって言ったじゃないですか。何もない話ですよこれは。やばくないですか今日。ケチャップだ。恐ろしい。皆さん待ってください。はい。こんなもんですよ。まあね。この我々のトークは。なんかパンであるでしょ、パンで。パンはでもこれが新しい思い出に変わるんじゃないかなって僕思ってます。効果音入れてください。わかりました。私がじゃあ、ドラの効果音入れておきます。ドラじゃない。天界一武道会始まる時の効果音入れておきます。恥ずかしいわ。決め台詞って、ドーンって。中国じゃねえか。うん、こんな感じですかね。いやもう、そうですね。掘っても、なんも出ませんね、これ。いやでも、空振りっすね。いや、パンエピソードに関しては。パンエピソード。お互い、ちょっと特にパンのエピソードないっていうことですね。じゃあまた次回。パンエピソード引っ提げて俺はじゃあ村井さんのとこ行きますわ。来てください、はい、覚えててくださいね、急に言ってください。あ、急にね、パンのエピソードだって言ったことが、あの時実は私ちょっと話し始めます。おー良い周到、絶対忘れてるし視聴者すらも忘れてると思うけど本当に饒舌なパンのトーク持っていきたいと思いますので、はい、じゃあちょっと期待して、はい、皆さん概要欄に
パイセンとの動画がございます、はい、あのオープニングが一緒なんであれって思って消さないでくださいあの全然違います違う動画です。あっちはでもねゴージャス動画風に説明がありますからね。ちゃんとテロップ出てると思います、はい、よろしくお願いします。ここテロップ出てませんけど見やすい、うん、はいはい、見やすいと思います、うん、あのぜひともご覧いただいて、あのこんな感じの動画時間が流れますまたいやこれで真剣に見てる人いないじゃんって村井さんのチャンネル、みんななんか作業しながら見てる人私はそう願いたい、ラジオみたいな感じで、そんな感じがいいと思う。付き合い方というか距離感、適切な距離感があるから、うんうん、で俺たちがあーって言った瞬間だけ一回チラッと見て、でも結局なんもないそしてたまにね見ていて、はい、はい、ではパイセン、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ま、皆さんお越しありがとうございます、またお世話になります。パンアンギャ、はい、いろんなところで、あのいろんな方にあのパン食べていただいておりますので、はい、皆さんもぜひともあのガヤルニリカルです、買ってください。次回伺うのはあなたのうちかもしれない。ドーン、いや否定しないと本当に来ると思います。いや大丈夫です。ドラが鳴りました。ドラやめろ。さよなら、バイバイ、ありがとうございます。